それでは定刻になりましたので、ただいまから第6回発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する意見聴取会を開催させていただきます。本日はご対応中にもかかわらずご出席をいただきまして誠にありがとうございます。本日は11名の委員にご参加をいただく予定でございます。高田委員ちょっと遅れているようでございますけれども、ご参加をいただけるということでございます。それでは議事に入る前にお手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。最初に座席表、それから議事次第、名簿がございまして、その次が資料一覧になってございます。その後が具体的な資料でございますが、資料 6-1-1、 ちょっとタイトルが小さいですけれども、第5回ストレステスト意見聴取会資料に対するコメント、渡辺委員と書いてありますが、これは先生方のコメントを閉じたものでございます。から資料 6-1-2、 意見聴取会委員からの質問に対する回答、保安院と JNS の紙でございます。6-1-3、関西電力からの渡辺委員ご質問に対するご回答という紙でございます。6-1-4、これは5-2-1と同一と書いてありますけれども、先般提示した論点整理と全く同じ紙でございます。次が6-1-5、これも5-2-2と同一と書いてありますけれども、先般提示した資料でございます。その次が A3 の資料、横長の資料でございまして、6-1-6、5-2-3と同一という津波対策の資料でございます。その次が6-1-7、これは5-2-4と同一ということで、緊急安全対策の成立性についてという、これも A3 横長の紙でございます。次に6-1-8、緊急安全対策にかかる設備の概要ということで、5-2-5と同一という資料でございます。その次が6-1-9、大井発電所現地調査報告についてという紙でございます。その次が横長の A4 のスライドになっておりまして、6-2-1、北海道電力の泊発電所1、2号機の評価についての紙でございます。同じく6-2-2、これも北海道電力からの紙でございまして、プラント間の評価内容の際に関する資料という紙でございます。資料6-3、委員からの意見とそれに対する考え方という紙でございます。そして最後に資料6-4ということで、第4回の議事録をお付けさせていただいてございます。それからいつもの通り配布資料とは別にブルーのファイル4冊を机の上に置かせていただいてございます。これまで提出されております、また本日の審議にかかる大井3号機4号機にかかる報告書、それから泊1号機2号機に関する報告書でございます。もう一冊別にありまして、背表紙がないもの、これはいつもの通りこれまでのアクシデントマネジメント、緊急安全対策、保安院 JNS が審査の過程で事業者に提示して、で提示した質問、ヒアリング状況の資料、それから一般の方からの質問と、こういうものを閉じたファイルが背表紙のないものでございます。配布資料、基上資料以上でございますが、過不足ございませんでしょうか。それでは議事に入る前に2つお願いがございます。1つはこのストレステスト一次評価でございますけれども、これまでに11のプラントから事業者からの報告がなされてございます。順次意見聴取会に付していきたいというふうに考えておりますので、審議にご協力をいただければというふうに思います。それから保安院では事業者から報告を受け次第ですね、スケジューリングをしまして、意見聴取会で紹介をする前にも審議を始めているものがございます。したがって